チンには危険がいっぱい。それじゃあ行ってくるわね。いってらっしゃい。なんだかずいぶん嬉しそうね。約束したことはきちんと守るのよ。宿題は全部やるよ。部屋を散らかしたりしないわ。みんなを腹ペコにはさせない。だからってジャンクフードをあげちゃダメよ。心配ない。この本を見てちゃんと作るよ。ここに載ってるものなら何でも作ってやるぞ。パパ、それって最高だよ。やった、ついに完成。ジン、何ができたの？これは散歩入ったアラームっていうのよ。散歩入ったアラーム？聞いたことないよ。それはそうよ、私が発明したんだもの。これは子供禁止エリアに子供が入ってしまった時になるの。子供禁止エリア？ああ、子供禁止エリアは事故の危険があるものから1メートル以内のことだよ。コンロやストーブとかね、子供はそのエリアに入ってはいけないんだ。いい決まりだね。どうしてなったのジン？きっと子供がエリアに入ったからじゃないかしら。僕はもう子供じゃないぞ。体が大きいからといって大人だとは限らないのよ。わあ。高三だ。パパそれすごいね。できたぞ。バーディー。よよ、負けないぞ。負けないぞ。そら行くぞ、シュートだ。ピピー、パパ大丈夫。大丈夫。ママだ。もしもし、こっちは問題ないよ、ピーター。もちろん宿題をやってる。ルーシー、ああ今おもちゃを片付けてるよ。よいしょ。夕ご飯かい？もうすぐできる。いい匂いがしてきたよ。僕はそろそろ行くよ。散歩入ったアラームは忘れずにつけておいてね。ちゃんとつけるわ。ありがとう。バイバイノイ。さてお次はピーターの家だな。よし、まずは玉ねぎを全部切るんだ。こうやるのよ、トントン。ねえパパ、僕にも切らせてよ。ダメだよ、包丁は危ないんだ。目に染みるぞ。それじゃあ塩を入れてもらおうかな。僕やる。さくらへ。それ特徴も。うわぁ、いい匂いがする。もうすぐだぞ。ん？きっとママだ。少しだけ待ってなさい。いやぁ、どうした？何かあった？僕もだよ。ん？なんだよバディ。あ、大変、お肉が焦げてる。お兄ちゃん何してるの？ひっくり返さないとお肉が焦げちゃう。あ、熱い。お肉を挟んでひっくり返せばいいんだ。よし、できた。お兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん。ルーシー、もう何騒いでるんだよ。見てよ、ほらそれ。燃えてる。そろそろ夕ご飯ができるところ待ってるよ。お前たち。ああ、ピーターの家から煙が出てる。ピーター、パパの手に捕まれ。わかった。子供たち、ロバート、急いで外に出るんだ。よし、わかった。はぁ？誰にも怪我がなくて本当によかったよ。ありがとう、ロイ。君は僕たちの命の恩人だ。二度とこんなことが起きないように注意することを教えるよ。料理中、火をつけっぱなしで離れないこと。火はいつの間にか大きくなるからね。そして火のそばに布巾やキッチンペーパーなど燃えやすいものを置かないこと。火が燃え移ってしまうかもしれない。ペットや子供は火や熱くなってる料理に近づけないこと。事故が起こった時にどうすればいいのかがわからないから大怪我をすることもあるんだ。なるほど、気をつけるよ。ちょっと、何かあったの？ママだ。もうすぐご飯だって言うから帰ってきたの。どうして外にいるの？その夕ご飯のことなんだけど、実はその、食べに行くことにしたんだ。突然どうしたのよ？今日はみんなで外に食べに行こう。イエーイ、お外でご飯だ。
道路の安全な渡り方。ケビン、遅れちゃうよ、急いで。わあ、ゴー。うわあ。やあダグ、ジェニーのために自分で作ったんだ。ふん、そんなの気に入るもんか。なんだって、そっちは何持ってきたのさ。僕は女の子がみんな欲しがるものを用意したんだ。見せろよ。これちょうだい。いいだろ。ダメダメ、ジェニーへの誕生日プレゼントだ。でもダグ、ジェニーより僕にあげた方が喜ばれるよ。ジェニーは君の恐竜よりクワガタが好きさ。そんなことない。そうだよ。どっちのプレゼントが好きかジェニーに聞いてみよう。オッケー、僕が先に見せるよ。おい、ちょっと待ってよ。ダグ待って。ほらほら、お前らどいたどいた、フーパーのお通りだ。うわー、忙しい、いっぱい配達しなきゃ。遅いぞポスティ、こっちは急いでるんだ。関係ないね。え、なんだと。スピードを上げろよ。うん、いいよ。しっかり走れよ。危ないところだった。フーパー、停止線を越えちゃってるよ。ポリー。誰か走ってきたらどうするんだ？すまん、悪かったよ。横断歩道の近くに来たらスピードを落とすようにしてね。わかったよ、ポリー。お、青になったぞ。じゃあな、ポリー。フーパー。注意したこと分かってるのかな。前に出るな。もう押すなよ。ジェニーの家だ、道を渡ろう。ねえ、どうして急に止まったんだよ。信号があるだろう。負けそうだったから止まったんだろう。なんだって、僕の方が早かったよ。違う、僕が抜かそうとしてたんだ。やるか。よし、どっちが早いか競争だ。いいよ、でも勝つのは僕さ。よし。まったく、ポスティのやつ、あいつのせいでいつも遅れるんだ。うわぁ、来たな。今度は邪魔させるものか。これは大変だ、危ないぞ。青だ、行くぞ。ポリー、フーパー、スピード落とさなきゃ。その…大丈夫だった？ケビン、ダグ、信号が青だからってあんな風に道を渡ったらダメだぞ。でもポリー、青だったら渡っていいんじゃないの？僕もそう思う。青は進めだけど、信号が青なだけで安全に渡れるってわけじゃない。信号が変わったのに気づかず走ってくる車もいるかもしれない。うわ、じゃあ道路を渡るときはどうすればいいの？ポリー、飛べたらいいけど無理だよ。そうだね、3つのステップを覚えれば安全に道路を渡るのは簡単なんだ。3つのステップ？ステップ1、横断歩道に入る前に歩道の端で止まり、信号が青になるのを待つ。たとえ信号が青でもまず止まって左右を確かめること。ステップ2、渡る前に車が止まったのを確認し、渡るときは運転手の目を見て全ての車が止まっているか確かめること。ステップ3、渡ってる間は車から目を離さない。ずっと車の方を見て運転手も君を見ているか確かめること。分かったよ。すごく簡単だろ。うん、覚えておいて。早く渡るよりも安全に渡ることの方が大切なんだよ。いいね。分かったよ、ポリー。誕生日おめでとう、ジェニー。みんなありがとう。ジェニー、プレ
レゼント用意してきたんだけど、どっちが好き？僕の恐竜がいいよね。このクワガタ生きてるんだぜ。もう引き分けよう。どういう意味？ジェニー、どっちも嫌い。うん。風が強い日は気をつけよう。ここはタコ揚げにぴったりだね。わあ、ジョニー、どうやったらそんなに高く揚げられるの？コツがあるんだ。タコ揚げしてるの？いいか見てろ、これが僕のスーパーイーグルだ。かっこいいだろ。あら、ピーター、あなたのタコなんか変よ。形にこだわりすぎたのね。そうだね、バランスが悪いとうまく上がらないんだよ。よかったら作り方を教えてやるぞ。よし、見てろよ。これもダメだ。石みたいに硬くて枝みたいにしなるものってないかな。あ、あれがいいや。あれ、どこやったかな。サラ、釣り竿知らないかい？やっぱり釣り竿がぴったりだ。ついに完成したぞ、スーパーボーム。みんな大変よ。南東の海上で発生した強い台風が町を直撃するかも。被害が出ないように全力を尽くすわよ。了解。ジン、完璧な風が来てる。準備はバッチリだ。行くぞ、スーパーボーム。うわ、やった、大成功だぜ。うわ、助けて。港の見回りは完了、次は町ね。あ、タコ揚げ？こんな天気の中一体誰が？あともうちょっと、よし、もうちょっとだ。やった。安全な場所へ行きましょう。うん。ピーターから今のはとっても危険だったわ。うん、助けてくれてありがとう。風が強い日に外に出ていくのはしてはいけないのよ。看板は落ちるし、木は倒れるし、飛んできたものにぶつかって怪我することもある。だから暴風警報が出ている日は外に出てはダメ。外にいるときに強い風が吹いてきたら安全な建物に避難しましょう。また電柱や街灯、信号機なども危ないので触らないようにしましょうね。わかったかしら。うん、もう風が強いときに外に出るのはやめるよ。そうしましょうね。わあ、今日もジョニーのタコが一番高いわ。ねえ、コツを教えて。教えてほしいか。
行くぞ、スーパーストーム。やー、ピーター、すごいわ。すごく高く上がってる。今度はバランスもバッチリだね。嵐を耐え抜いたスーパーストームにかなうものはないさ。言ってくれるじゃないか。待ってよ、僕のスーパーストーム。電気製品を使う時の注意。ジン、ジン、あ、誰もいないのにつけっぱなしだ。もう暑くて。あら、ロイじゃない。ジン、つけっぱなしにしたら扇風機が熱を持って火事になるよ。平気よ、そんなに時間経ってないし。暑い。大丈夫？もう熱を持ってる、消さなきゃダメだよ。わかったわ。よし。どうだ、驚いただろう。水風船は卑怯だよ。びしょ濡れちょり。逃げるな。はい、シンディ。やあ、シンディ、お届け物だよ。あ、ようやく来たわ。きっと待ちわびてると思って急いで持ってきたんだ。楽しんでね。ありがとう、パスティ。え、あ、やめてよ。ほら、撃ってみろよ。人の後ろに隠れちゃずるいよ。いい加減にして。ピーター。ピーター、新品の本が濡れちゃったわ。本当に悪かったよ。そうだ、僕たちがその本を乾かすよ。できるの？ああ、もちろんさ。そうさ、新品みたいに戻して返すよ。貸して。ちゃんと直してね。ジョニー、どうやってこの本を乾かすの？わかんない。あ、洗濯機はどう？あ、脱水とか？ちょっと待ってよ。よし、やってみよう。止めて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 。失敗だったね。だね。だがトースターは熱くなるし乾くかも。確かに、ピーター、君って天才だよ。やっぱそう。すごくいい香りがする。今一番欲しいものはトーストだ。うん、ピーター、見てよ、燃えてる。水を。ねえ、どうしよう、もうすぐシンディが来ちゃうよ。これだ。あったかい風を当てれば本はすぐ乾くよ。うん、絶対間違いない。ジョニー、終わった？僕も帰りたい。もうすぐで終わるよ。あ、止まった。よし。アイス発見。あ、あ、ダメ、やめて。ピーター、それ僕のアイスだよ。待って、一口だけ。お邪魔します。ジョニーの家から煙。みんな大丈夫かい？ここにいて。はっ、怪我はなかったかい？うん、大丈夫。ロイのおかげで助かったよ。いいかい、ドライヤーをつけたまま目を離したら危ないよ。小さな電気製品は熱がこもって燃える危険がある。ちょっと目を離すだけの時でも電源をオフにしよう。それに電気ヒーターや電気毛布のそばに燃えやすいものは置かないでね。
最後に、電気製品は正しい使い方を守ろう。オッケー、わかったよ。待って、お、私の本はどこ？まさか火事で燃えてないでしょうね。う心配しないで、僕がそんなヘマすると思う？あ、治ったの？乾いたよ、ほら見て。あ、何があったの？あ、いろいろあってね。いつかそのお話を聞かせるよ。ふざけないで。こら、逃げるな。ごめん、死んで。安全マップを作ろう。じゃあ宿題は分かってる？それぞれが町の交通安全マップを作るのよ。なんだって？難しくて無理だよ。ケビンの言う通りだ。一体どうやって作るの？全然難しくないわ。家から学校まで歩いて道を渡った回数と、信号があるかないかと、安全な道か危ない道かを記録していけばいいのよ。簡単でしょ？簡単じゃない。じゃあもしこの宿題をちゃんとやったら5枚もご褒美ステッカーをもらえるって言ったら？本当に？そう、だからやりましょう。いい？オッケー。じゃあみんな家からスタートして学校で会いましょう。わかった。ダグ、どっちが早いと思う？僕さ。ねえちょっと、どうしたら？僕が勝つんだ。信号もあるし、横断歩道も短いからここは安全で良さそう。はあ、この道は安全だ。お金があればお店に入って食べ物も買えるし。早く変わってよ。あ、そうだ、青だ。行くぞ。また事故になるとこだった。よし、ここは信号があるけど少し危険にしとこう。道路を渡るときは手を上げて運転手に見えるようにするんだ。よし、あれ、もう一回運んだらおしまいだ。まだ公園の工事終わってないのか。どこでサッカーやればいいんだ。今日はここでやろうと思ってたのに。ダグ、危ないぞ。トラックの後ろに立ってはいけない。死角に立つのは危ないんだ。死角？車やトラックの周りで遊んだり下に隠れちゃダメなんだ。それは死角があるからだよ。車やトラックやバスには運転手から見えない場所があるんだ。それを死角というよ。乗り物が大きいと死角の場所も大きくなる。もし子供がこの死角の中で遊んでいても運転手には見えないんだ。もしみんなが死角にいるときにトラックが動いてしまったら。あ、そうだったね。ダンプ、工事はあとどれくらい？ビルダーさんがあと5日かかるって言ってたよ。5日、そっか。じゃあね、ありがとう。どういたしまして。私が先に来たんだ、下がれよ。下がらないぞ、僕が優先だ。なんだって？うわ、どうしたんだろう。あ、これ前にもあったな。お兄ちゃんどこ行くの？ローラさん家への近道なんだ。この道変よ、車がすぐ近くを通るわ。ちょっと君、バックしろよ。こっちが先に来たんだ。なんだと？早く先に来てたのはこっちだ。怖いよ。この道は危険すぎる。遠回りする道を書いておこう。その方が安全だ。よし。子供は気をつけた方がいいわ。ここは信号がないもの。治ったよ、ポリー。やったー。僕の勝ちだ、ダグ。惜しかったのに。何してるんだい？今日はお休みだろ。説明するわ。宿題をやってたの。
宿題？どれもよくできてるね。町の安全な道と危険な道がちゃんと書けてる。みんなが君たちみたいに安全マップを作ってくれたら、僕らは安心するよ。ありがとう、ポリー。ねえ、ダグ。何？この OK っていうのはすごく安全ってこと？それはマフィンの印だよ。なんでマフィン？そこに僕の大好きなケーキ屋さんがあるんだ。ケーキ屋さんがある通りは全部君にとって危険だね。なんで？だってダグが考えてるのはマフィンのことだけだもの。そうだね。いい考えがある。君もお家の人と一緒に安全マップを作ってみない？危険な自転車レース。ゴール！よくやったぞ、ターボ。もうダメ。どうだ、ジョニー、僕の勝ちだぞ。ちょっと調子が悪かったから手加減してやったんだよ。明日また勝負しよう。手加減してやっただって？明日やったら変わるのか？明日になればわかるよ。ジョニーはなんで来ないんだろうな。ピーター。それなんだよ。自転車を買うなんてずるいぞ。ずるくて結構。ピーター、さては負けるのが怖いんだろ。怖いわけないだろ。ジョニーこそまた負けても言い訳するんじゃないぞ。じゃあこれから勝負しようよ。よし、じゃあ先に市役所に着いた方が勝ちってことにしよう。いいよ。位置について。よい、ドン。行け。どうだ。先に行くよ。ゆっくりついてきていいよ。ジョニーのやつめ、負けないぞ。やっ。危ないな、気をつけろ。ごめんなさい。やあ。え？うわ、おい、何してるんだ。こんにちは。あ、ジョニーだ。お兄さん、さよなら。おいおい、気をつけろよ。こっちに行けば近道できるかな。どうしよう。行っちゃえ。あれはピーターだ。トラブル発生みたいだぞ。ピーターってば見えっぱりだよな。自転車に勝てるわけないだろ。お先に失礼。嘘だろ。よし、どいてください。おい、何なんだ、危ないじゃないか。どいてどいて。気をつけろ。よいしょっと。よし、通ります。お、僕も。よいしょ。あ、危ないだろ。行くぞ。こら、止まれ、ピーター。ジョニー。これなんだよ。僕の勝ちだ。子供か。うん。
ったわよ。身を守るものもつけてないじゃない。ピーター、ジョニー、自転車やキックボードに乗るときは守らなきゃいけないルールがあるんだ。安全のためにね。防具を身につけずに自転車やキックボードに乗ると怪我をする可能性がある。安全に乗るためには必ず防具を身につけよう。建設現場や車道、人が多い場所を走るのは危険だよ。安全のために市道や広場、公園などで乗るようにしよう。手を離して乗ったり競争するのは危ないよ。安全運転を心がけてくれ。わかったかな。うん、わかったよポリー。いいか、ジョニー、さっきはよくも建設現場をめちゃくちゃにしてくれたな。逃げろ。待ちなさい。ごめんなさい、絶対やらないから。学校で火事が起きたら。皆さん、新しいお友達よ。おー、トカゲだ、トカゲだ。飼育係は誰がいいかしら。はい、僕やる。僕できるよ、やりたい。あら、チャールズ、今週はあなたにお願いしてもいい？僕？本当に？うん、動物好きのあなたならきっと上手に育てられると思うの。どうかしら。僕に任せて。うわあ。じっとしててよ。捕まえた。すごい。ねえ、僕にも触らせて。僕が先。やめなよ。いじめちゃダメだ。いじめてないよ。こいつと一緒に遊ぼうとしてるだけだってば。そうそう、チャールズも触ってみなよ。そんな、僕尻尾ちぎっちゃった。トカゲは恐怖を感じると尻尾を自分で落とすことがあるんだ。本当？気持ち悪い。いい？トカゲの尻尾には栄養がたくさんあるからなくなったら大変なんだ。この子はお家に戻すよ。もう触っちゃダメだからね。わかったよ。ごめんね、トカゲくん。すぐ生えるよ。名前をつけないとね。よし、今から君をフィンって呼ぶよ。この方がいい？いっぱい食べてね。ねえ、ドッジボールしようよ。いいね。おいしい？尻尾が生えてきたね。よかった。ああ、水がなくなってる。持ってくるね。あ、なんだ？火事！火事よ！今日は僕のせいじゃないよ！僕も違う。みんな、こっちよ。何があったの？下の階で火事が起きてる。一列に並んでついてきて。はい。あ、フィン。みんな大丈夫かい？ええ、生徒たちは全員外にいるはずよ。あれ、待って、チャールズがいないよ。チャールズ！よかった、さあ行くよ。こっちはダメみたい。これはまずいぞ。大丈夫だよ、きっと脱出できるさ。ここだよ、みんな出られないんだ。見て、チャールズだ。まだ教室にいる。チャールズ、チャールズ、チャールズ。ロイ、チャールズは2階の教室にいるわ。
よし、了解。誰か助けて。来たぞ。ロイ。よし、行くぞ。うん。じっとしてて。火は完全に消し止めた。怪我人が出なくてよかったよ。ロイ、助けてくれてありがとう。チャールズ、君はすごく危険な行動をしたね。火事が起きたら荷物は置いたまま急いで外に逃げるようにしよう。たとえ大事なものでもね。一人で行動しないこと、先生の言うことをよく聞いて安全なところに出るまで指示に従おう。火事に気づいたら火災報知器を鳴らそう。煙を吸わないよう注意して体をかがめて急いで逃げるんだ。火が強すぎて出られなくなってしまったら屋上に出て助けを呼んで。了解ロイ、忘れないよ。みんな心配かけてごめんね。大丈夫だよ、君のおかげで僕らのペットが助かったんだ。そうだよ、君のおかげだね。おー、ねえ、フィーもありがとうって言ってる。くすぐったいよ。歩道でしてはいけないこと。ああ、宿題やだな。ああ、それにすごくお腹が空いた。ダグ、少しだけ遊ばないか。ダメだよ、遅くなったらジェニーに怒られる。ああ、確かにそうだね。ねえ、見て、ピザだ。今日は先着100人ピザが無料だって。ピザが無料？もらいに行こう。あ、でも待って、ジェニーがきっと待ってるよ。ピザ持っていけば遅れても大丈夫さ、だろ。そうかな。そうさ。すみません、通りますよ。今日は休む暇がないわね。さてと、ピザを届けるわよ。はあ、ケビン、もうすぐ着く？もう近いはずだよ。おかしいな、この辺りのはずなんだけど。あったぞ、さあ食べよう。あれ、ピザのお店じゃないじゃないか。看板を間違えた。あら、ずいぶん混んでるわ。うん、それならよし。ふう、到着、7番通り。ごめんなさい。今度こそこの辺りのはずだ。あれ、待って、匂いがするケミン。いい匂いがしてくるぞ。おー、いいぞダグ、君の鼻なら間違いない。ハンクの鼻が近いって言ってる。おお、すごいぞ。あ、見つけた。いいぞ、出た出た。ホットドッグ一つください。やったやったぞ。ダグ、いいから行くぞ。早く行かないとピザがなくなっちゃう。ホットドッグ食べたいよ。すぐ近くだと思うよ。本当にタダでピザがもらえるの？うん、そう言ってた。やったぞ。こっちだ、早く行こう。配達するピザはあと1枚ね。確かこの近くのはずなんだけど。こっちね。え、どうして歩道を走ってるんだ？ダグ、急いで、もうすぐ着くよ。今度は本当？早く。スクーターだ。スクーターで
歩道や横断歩道を走ったらルール違反なのは知ってるでしょ。本当にごめんなさい。歩道を走っていることに気がつかなかったの。でも僕たち避けられたよね。そうだね。いや、それじゃダメなんだ。歩道でバイクが向かってきたとしても避けようとしちゃいけないよ。その場に立ち止まって待つか、もしくは一番近い壁に寄ろう。それからバイクは狭い道でも速く走れる乗り物だから気をつけないとね。特に脇道に入るときやバスから降りるとき、それに歩道を歩いてるときもね。あと2人ともさっきみたいにむやみに走ると事故に遭いやすくなるからね。わかったよポリー。そんなピザ食べ逃しちゃった。一体何をしてたのよ。遅れてごめんよジェニー。うん、ごめんね。さあ早くして、せっかくのピザが冷めちゃうわ。え、うわピザだ。うわ美味しい。おいダグ、一度に一切れにしろよ。楽しく雪遊び。わーい、やっほー、わーい。楽しいな。どけどけ、やっほー。ピーター、危ないじゃない。僕がぶっちぎりで一番だ。本当にそうかな。もちろん、僕はソリ滑りの達人なんだから。悪いけどお先に、どうぞごゆっくり。なんだと。のろまな壁さん、待ちくたびれちゃったよ。のろまだと。さっきのは全力を出してなかっただけだ。全力を出したってこの僕に追いつけるもんか。なんだって。もう一度最初から勝負だ。それはいい、望むところだ。また対決するの。みんな、ヘリー、雪かきも手伝わないでどこ行ってたのよ。そんなの後後、ソリで滑ろうよ。リンゴ通り山で子供たちがソリ遊びをしてたんだ。リンゴ通り山で子供たちだけだったら危なくないか。とても安全とは思えないわよね。様子を見に行ってくる。僕も一緒に。僕も行く。ヘリー、雪かきが終わるまではどこにも行っちゃダメ。ソリ遊びがしたかったのに。ちょっとここ高すぎる気がしない。ジョニー、まさか怖くなったのか。そんなことない。 1,2,3 でスタートだからな。いいよ。 1,2 お先。おい、ずるいぞ。のろまさんはごゆっくり。やっほー。待て。そんなんじゃ僕には勝てないよ。それはどうかな。じゃあなジョニー、もうすぐゴールだ。子供たちはどの辺かな。あ、あの子たち、なんであんなところに。勝つのは僕かな。ああ、ジョニー、前を見て。騙されるもんか。勝者僕だ。危ない。はっ。はっ。
ピーター、大丈夫かい？ロイ、ありがとう。君たち、なんて危険な遊び方をしてるんだ。危うく大事故になるところだったぞ。ごめんなさい、ロイ。二人とも、ソリ遊びやスキーを楽しむときは、これから言うことに気をつけてね。急な斜面やコースから外れた場所で滑るのは危険よ。必ず決められた安全な場所を滑ってね。スピードを出したり競争したりしながら滑るのも危ないわ。正しい姿勢で仲良く滑ってね。遊びを始める前には準備運動をしっかりして冷えた体を温めてね。ヘルメットや膝当て、手袋も安全のために必ずつけること。安全に遊んでこそ最高に楽しめるのよ。うん、わかったよ、アンバー。準備はいい？うん。それじゃ、どうぞ。次は僕の番。